誰？お前か。はい。よいしょ。強い。ちょっと待って。ああ、いいや、ちょっと箱はいいか。いらない、うん。もう開ける機会は多分ない。そろそろ抜けられそうかな。あ、あっちに道がある。あそこから先に行けそうよ。行こう、セロ。行くか。一方、その頃、エモンガたちは。なんかだいぶぽいとこに登ってきてるな、こいつらも。少し広いところに出てきたな。敵にすぐ見つかりそうな場所ね。囲まれそうだよね、こういう広場的な場所は。長くいるのは危険だわ。そうだな。わら、お前たち、どうやってここに。え？どこにいるの？敵の声。ちっ、行ったそばからもう見つかっちまったか。でも1対2なら正直ねえ、格闘タイプだし、こっちはビリジオンさん。ブニャ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 、ここは空に浮かぶグレッシャーパレス。お前たちがここにいること自体信じられないが、でも本当にいるんだから仕方ないニャット。捕らえるニャット。ドリューズドリューズ軍団が6匹か、多いな。さすがに地面タイプはどうだろう。エモンが、いや、ちょっと待って、ドリューズって型破りじゃなかったっけ、特性こいつ。待って、型破りだって飛行に、いや違う、型破りは浮遊に地震が当たるんだっけ。じゃあ大丈夫か。わかんねえけど。隙を見て逃げた方が良さそうね。ブニャ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 、逃げるつもりだろうが、そうはいかないニャット。手分けして追い詰めるニャット。くっ。ビリジョン、ヘモンが出た、ちょっと待って、これ中ボス戦じゃねえか。お前たちはファルコ、セロ！二人とも、二匹とも囲まれてるからびっくりしたよ。でもよかった。無事なのね。ええ。よし！結構輪の中に入れてくれるんだな、簡単に。なんとか突破しよう！うにゃ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 ！セロ！お前、キュリウム様のせっかくの忠告を聞かないつもりだ、にゃっと！お前だけは絶対行かせるわけにはいかない、にゃっと！絶対に！絶対に通さないにゃっと。はい、じゃあ行きますか。中ボス戦ですね。ちょっと多いな。で、多分これ全員予防持ちとかだと思うんだよな、おそらく。おそらく予防持ちだと思うんだけど。あのね、予防持ちにも効く弾を持ってきた。吹っ飛び弾。多分これみんな吹っ飛ばせる。ほい。あ、ブニャッとしか飛ばせねえ。あ、いいね。戦いの中で強くなる、エモンが。ちょっと待って、ブニャッとしか吹っ飛ばせ、ごめん、俺なんか、てっきり周りにいる敵全部吹っ飛ばせる弾かと思った。吹っ飛び弾。なんかまるで、ブニャッとだけ俺が省いたみたいになっちゃった。やば、ちょっとやばい、やべ、やべえな、ただ、ドリューズ一匹一匹は、うわ、電気のダメージ減らしやがった。対エモンガか、こいつら。さては、高速スピン。嫌だな、高速スピナー。とりあえずエモンガじゃねえわ。ブニャッとだけとりあえず省いたから、次だな。どうしよう。みんな力玉とかもありだな。正直、多分予防があるからあんまり玉使っても効かないような気がするんだな。力玉使うか。中間があることを信じて。うん、攻撃力3段階ずつ上げてこう、みんなの。これでなんとか、1匹ずつ倒してくれ。ちょっと数が多すぎる敵の。いいね。おわ、強っ強っ。なんか、マルコの攻撃が嘘みたいに強いんだけど。やば。俺も倒すか。てか草タイプだからちょっと出張ってかないと。俺が倒さなきゃ。こいつら。リーフブレード。いいね。いいよ、マルコ。マルコびっくりするほど強いんだけど。いいね！ドリューズ。ちょっと、やめてくれ。あ、でもあんま効かねえな。なんかドリューズ弱。ドリューズ弱え。多分ブニャットだけちょっと強いんじゃないか、こいつ。倒そう。うわ、死なねえ。あれ？な、さっき、あれ、ブニャッと死んだんだけど。嘘やん。なんかそんな強くないぞ、これ。やば。うわー、死ん。ちょっと、エモンガだけきつい、これ。あー、仇討ちがある、仇討ちが。怒りか。ちょっと、エモンガだけきついなー。特攻。ちょ、やば、やば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 。そして、これ、マルコのところがさ、穴掘り来てんじゃん。穴掘りだ、来てるよ。あ、いいね、連携来た。よし、ここで連携しよう。いいタイミングだ、すげえ。これでちょっと全員ぶっ飛ばしてくれ。126、126、126。潜ってるやつに効かないのか。
あの穴を掘るちょっと、きついかな。大丈夫大丈夫。ちょっと、いいね、マヒサスタ。よし、ナイス。ちょっとエモンガだけ厳しいな、ドリューズ相手だと。おい、他のみんなは全員抜群取れるんだけどな。よーし、オッケー。ちょっと復活の種1個消費したのは痛かったけど。よかったね。ドリルなんとか倒せたね。先を急ぎましょう。そうだな。こいつらしばらくして元気になったらまた襲ってきそうだもんな。他の敵も集まってきたら困るし、数で来られたらこっちはかなわないわ。わかった、早く行こう。いいね、こうやって合流して。エーフィーとブラッキー大丈夫かなってことは、多分グレッグルとぶつかってるんじゃねえの、あの2匹は。おそらく。はい、じゃあというわけで続きやっていきましょうか。あの2匹はグレッグルとぶつかってそうだよな。なかなか毒タイプだ。まあ毒格闘タイプとかも、なんか、エーフィーさんのなんか絶好の敵のような気がするけどな。だいぶ軟化しているな。速度が上がってきている。キュレム様、それは、つまり。何これ、失望の風が強くなっている。氷食体の力が大きくなっているのだ。氷食体の力が、我の予知より少し早く来そうだ。世界の破滅がな。もはや氷食体は誰にも止められ、ここまで来て風向きが変わるとも思わんが、万が一ということもある。最後まで心してかかれ。はい。やばいな。てかムンダがなんか操作してんのか、こいつ氷食体の動きを。こいつとんでもねえ、なんか魔術師だな、マジで。超能力やばすぎないこいつ。そうか、ついに世界がなくなった方がマシだと思っていたこの世界もとうとうなくなる。ムンダ様、ドクロック、どうした。セロが、セロたちがここにやってくるんです。ロック、なんだって。すでにブネットがやられた。ロック、セロは人間、氷食体も破壊できるかも。ロック、このまま野放しにしてたらやばいです。ロック、落ち着け、ドクロック、慌てることはない。へえ、ゲノウヤさんの時とは違う。あの時は逃げる奴らを探したが、今回は奴らが目指す場所が分かっている。それに私たちの方がここをよく知っている。その血の利を利用されるとまずいよな。確かに。奴らを誘い込み、そこで一気に叩く。ドク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 、了解です。ロック、みんなにも伝えときます。ロック、やべえ、総攻撃仕掛けられるぞ多分。さすがに6匹だとな、厳しいよな。はい、来ましたね。また中間地点にやってまいりました。 BGM も変わったな。少し違うところに出てきたけど、この先が氷食体の場所に続いている。で、OK なのかな。うん、なんとなく上へ上へと登っているから大丈夫じゃないかな。ここから先はどうしよう。4匹で行動した方がいいんじゃないか。さっきみたいに囲まれるかもしれないし。やっぱりバラバラで行く。ここからはバラバラじゃない方がいいと思うわ。私たちがここに来ていることはムンナにも知られているだろうし。そうだよな。もともとムンナたちに発見されないためにバラバラに行ったわけだからな。もう見つかったしな。もう見つかったんなら一点突破よ、一点突破。一緒の方がいざって時、さっきみたいにみんなで力を合わせて戦えるしな。わかった。じゃあ、こっから一緒に行こう。そういえば、ブラッキーとエーフィーはどうしてるんだろう。大丈夫かな。なんか、かっこ撃破されてたら嫌だけど、あの2匹なら大丈夫かな。心配だけど、今は氷食体を壊すことを考えなくちゃ。ブラッキーたちだって私たちにそうしてほしいと思ってるだろうし、それにブラッキーたちだけじゃなく、ここにはいないポケモンたち、パラダイスや宿場町にいるみんなだって。おお、残っちあるじゃん。みんなに気持ちを伝えるためにあえてパラダイスに残ることを選んだ残っちや。それに、おお、いいね。ハーデリア爺さんもヨーテリー君にな、感化されて、ハーデリアやヨーテリー、そして
スワンナたちもきっと今頃みんなが前に向くよう必死に気持ちを伝えていると思う。私たちが漂色体を壊すと信じて。そうだな。そんな俺たちがな、かっこ撃破されてたらダメだよな。だから私たちもみんなを信じて、ブラッキーたちの無事も信じて、先に進むしかないよ。そうね。みんなを信じて。すべてはこの世界を救うためだもんな。みんなを信じて、頑張るか。はい、じゃあそれではいきますか。すいません、じゃあ道具整理します。カッツ。はい、じゃあそれではいきましょうか。準備ができました。いくか。クレッシャーパレス、西の塔。どうなんだろう、北と南はあるのかな。多分東と西だけとかだといいんだけどな。起きてないか、あいつ。よし。ちょっと BGM もなんかだんだんな、最後っぽい感じになってきたよな。行くか。世界を救うため、本当にこいつがきつい。こいつが本当にきついんだな。グラスミキサーでとりあえず、あ、すいません。グラスミキサーでとりあえず、削っていこう。炎の渦。ちょっと待って、火傷になっちゃった。ちょっと待って。あいつなんだっけ？ムーランドか、やば！ハーディリアの進化系か。銀色のか、うわぁ、そこの位置で使われるの危険かなぁ。うわ、能力上がったし、やば！やべいけるか、これ。攻撃力上がってる。うわ、全然効かねえ。嘘だ。お、かばって、ビリジオンさんにかばい始め機を持たせた。ちょっと、どうしようもできないから。はい、あぶねえ、マジで。ちょ、健康玉使おう。やけど、あ、でも、やけどって別にいいんだっけ。あ、でも、ちょっと待って。あれの威力下がっちゃうからやめとこう。うん、なんか健康玉、ほんとびっくりするほど持ってきたから。うん、やけど状態になると物理攻撃の威力下がるからな。うんうん、そう、ちょっと、ビリジオンさんには、ちょっと俺たちのことを護衛してもらうことにした。うん、ちょっと、トグロ巻いとこう。危険な敵が多すぎる。せめて命中率だけでも上げとかないとな。うわ、混乱か。厳しい。あれ、あ、そっか、俺、今混乱しないんだった。あ、やべ、元に戻しちゃった。トグロ巻いてたのに。どうしよう、メガドレインいっか。ピンチだし。16! 全然効かねえ。うわぁ。厳しいなぁ。頼む、名門が。うわー、やられた。くそー。ちょっとエリア全体技が鬼畜だな、マジで。ほい。まあ、みんなの性能上がるかいいや。俺の死はな。やばいよ、マジで。うせやん。あー、あー、ごめん、ちょっと石引き出すの忘れてた。ごめん。石を引き出してね。そうだ、ゴロンの石持ってこようと思ってたんだ。俺、遠距離技もないから。行くか、仕方ね。あれ、ビジオン今能力変、あ、違う、攻撃力上がってたんだ。踏んじゃったよ。岩パレス。ただの種食われた。ただの種。いいけどさ。2匹でなるべく戦おう。あ、いいね、正義の心。これは嬉しい。グラスミキサーあたりで。削っていこう。いいよ。草タイプ相手だとね。岩タイプ相手だと。草タイプ、古城土か。いつも命中率下げて飛び座で自爆してもらうの、祈ろう。ほい。うわ、ドレーニングパンチか。回復系の技嫌だな。ちょ、待って、敵がだんだんやばくなってきてない？なんか敵がなんか、もう主玉のメンバーになってきてんだけど、爆裂の種、いいね。やべ、能力もっと落ちちゃった、エモ。エモ。エモやん。行くか。プレッシャーパレス、西の塔、2階。行きましょう。いるね。寝てる。多分起きないよな。うん、向こう側行こう。ほい。ちょ、敵が、うーわ、痛え。どうしよう、俺、倒せないかな。グラスミキサーでちょっと相手するか。マルコの、ダメージはない、嘘だろ。え、なに、ダメージはないってどういうこと？え、なに？こいつそんな防御力高いの？てか、マルコの攻撃力が低いのかな？嘘だ。
マルコに近接攻撃させてもらうか。うわ、やば。やば。ちょっと待って。よし。二人に任せる。よーし。いやー、きつい、マジで。敵強いなー。敵が、うわ、どうしよう。これ仲間押せないのきついなー。糸吐け。進もう。うん。グレッシャーパレス、西の塔3階。危険なモンスターしかいねえ、もう。もう危険なモンスターしかいねえ。相当守りに来てんな、相手も。全力で、氷食体を破壊させまいとしてるポケモンの配置だよな、これ。強さが。行くか。何もない。ちょっと待って、そっちに道があった。ガントル。ガントルは大丈夫。熱中下がったけど、ちょっと後でトグロ巻いとくか。うん。悪事。硬くなる。うん、まあ、そんなに。鉄壁とか使ってこないんだね、こいつ。うん。別に怖くないかな。ちょっと、トグロ巻くで戻そう、能力を元に。ほい。よし、行くわ。あるね。何の弾だろう。おお、みんな力玉。そう、力玉が結構有用だから。拾っといて、損はしない。ボロかす。ほい。よし、お、レベル上がった。すげえ、戦いの中でみんな強くなるね。ビリジョン。みんな強くなろう。よっしゃ、行くぜ。来た。どさ。敵はこれで最後か。だいぶ苦戦したが、ようやく抜けられそうだぞ。しかし、やたらと敵の多いところだったな。ブラッキー、それより、あそこ、何か見えない？あれは一体何かしら？行ってみよう。何？二人で。うわ、いや、何ここ？扉みたいのが閉まってる。なんだろう、ここは。氷の塔なのかしらね。塔全体に電気のようなものが走ってるけど。多分普通のポケモンじゃ近づけないみたいな。扉のようなものもあるし。まるで何かを封印しているよ、封印しているかのようにも見える。ねえ、ブラッキー。さっきたくさんいた敵って、もしかしたらここを守ってたんじゃないかしら。そうだとしたら、ここには奴らにとって大事な何かがあるのかもしれないな。何？氷食体以外の何かがあるってことなの？何があるんだろう？それってまさか、氷食体？どうかな？俺たちが前にグレッシャーパレスに来た時は、大結晶はもっと上にあったはずだ。かといってありえなくもないが。そうだよな、氷食体じゃなさそうだよな、なんか。扉を調べてみた。頑丈そうな作りだが、こちら側から力を加えれば開けられるかもしれないな。体当たり？EV はみんな体当たり覚えてるかな。頑張るわよ。昔を思い出して体当たり。それが一番手っ取り早そうだ。命中率95。同時に行くぞ！すげえ！ちょっと待って、この後ろ姿、2匹とも可愛いんだけど、めっちゃ。3、2、1、それ！おお、すげえ。転がるね。うん！可愛い。うまくいったかも！エイフィ、ほんと可愛い、マジで。あ！む、あれは？何があるの？エンターカード！ちょっとエンターカードがある。なぜ？もしかしてここにケルディオが軟禁されてる、監禁されてたとか。ブラッキー、エンターカードよ。しかも氷山の後で俺たちが拾ったものと同じだ。ブラッキー、あそこ、わあ、いた。やっと見つけた。誰か倒れてる。ついに見つけたな。ねえ、大丈夫？よかった、意識はあるみたいだな。君たちは、まさか、本当に来てくれたんだ。ありがたい。わずかな可能性にかけてみたが、希望はまだ、繋がっているってことか。早くここ。だいぶ弱っているようだな。無理はするな。ブラッキー、このポケモンってもしかすると、そうだな、みんなケルディオの見た目は知らないのか。ああ。ケルディオに違いないだろう。どうして、僕の名を？おー！なるほどね。
この先とストーリーはダンジョンをクリアしてからということですね。じゃあやっていきましょうか。これはクリアするしかねえな。すげえ気になる。なんかケルディオが何話すのかすげえ気になる。一体何を思ってあんなメール、なんかやっけ、手紙を送ったのかもすごい気になるしな。これ近づいてくる気ないのかな。なんか近づく、ただ積んで死んだんだけど。コジョンド、行くか。プレッシャーパレス、西の塔。誤解。ちょっと次中間あったらさ、あれだな、みな力玉と、ゴロンの石、補給したいな。ちょっとさっき補給するの忘れちゃった。その二つだな。スペシャルリボン、特攻か。あんまりいいかな。瞑想か、リーフブレード。リーフブレード。ヨガのポーズ。ヨガってろ。ヨガってるってちょっと違うな。よし、行くか。マルコの HP もな、上がっていくし。よし。お、いいか。ピントレンズ。結構アイテム落ちてるな。うわー、やば。やべ。今誰なの、ま、ほいいがまさかの。一応厳しいな。早っ。スピードが尋常じゃねえな、こいつら。できればもう一個引きたい。よし。あ、ちょっと待って、ウェーブが電気だ。いいね。ウェーブが電気だ。あー、お前もいたのか。敵多いなー。くすぐられたし、敵多。ここ。よし、一匹ずつ倒していこう。ほい、ほい。よしよし。あ、幸せリボンだ。よし、行くぜ。ちょっと、向かってっちゃうよな。グレイシア！ちょっとタイプ相性的に厳しいんじゃねえか。ちょ、待って、作戦変えよう！うん。みんな後ろについてきてにしないとダメだ。ほい。よし、行くか。進んでいくか。じゃないとちょっと敵から逃げれないしな。スンベアか。ちょっと待ってね、どうやって近づこう。こうかな。こうか。ほい。これで大丈夫。ほい。グラスミキサーでいくか。よし。命中率下がればとりあえずワンチャンあるからな。いいね。進んでいくか。とりあえずまずは階段を探すことだな。来た。あ、ちょっと待って、光ってる。見逃さないぜ。聖なる種あんま使わないんだよな。もうどんどん使っちゃってもいいんだけどな。そう、多分ラストダンジョンだと思うから。うん、おそらくな。どんどん使ってってもいいんだけど。あ、手助け。これ手助けほんと助かるよな、マジで。覚えさせといてよ。ありがたい技。おいいが。未来予知、下がりてえ。下がりてー、この位置から下がりてえな、これ。なんか吹っ飛ばせねえの、こいつ。これ、味方との入れ替えしかできないからな。仕方ねえ、戦うか。未来予知いてんだよな。しょうがない、リーフブレード戦うか。うわ、いて。まあ、仕方ない。ちょ、これ、味方押せないからな。未来予知がかわせないんだよな。道具。どうすかな、美しい箱いいや、交換。ほい。ちょ、待って、使おう。足元。いや、違う、拾うじゃなくて。飲む。どうしよう、PP。特に誰も困ってねえな。なんか割と中間がいっぱい設置され、あ、能力もっと戻っちゃった。中間が設置されてるからそんなに、うん、気にならないな、PP とかは。もしかしたら PP 回復アイテムそんないらないかもな。進むか。よいしょ。強。ほんとビリジオンさん強い。よいしょ。どうだ。やるか。切り裂く。こいつもなー、なんか、危険なんだよな。よし、行こう。すいません。グレイシアパレス、西の塔7階。グレイシア可愛いな。ほんと V 字系マジ可愛い、みんな。俺の趣味みたいになっちゃった。なんでもないです。はい。ほんと、ブイズは可愛い。
ミラコ。右腕で。おい、よし。フラフラ玉か。ちょっと結構道具あるな。なんかいら、スペシャルリボンとかいいや。リボン系とかも、こんないっぱいあってもいらねえや。うん、いて。はたくか。まあ、特に、大丈夫かな。グラスミキサー。あ、ドレインすればよかった。メガドレで。よし。いいね。ちょっと、ウェーブが来てるってのは美味しい、これ。エモちゃん。エモちゃん、ウェーブ来てんの美味しいね。うん。あれ、行き止まりだ。その調子で行こう。メガドレ。全然効かねえや。全然効かねえや。グラスミキサー。当たんね。毒技とかちょっときついな。PP マックスいらねえかな。PP 回復はしないな、基本的にな。よし。階段探してこう。どっかにあるかな？ねえや。こっちか。おー、敵がいるな。ちょっとギーラも取って、なかなか。うん、グラスミキサー？命中率下げよう。金属音、こういうのもきついんだな。当たんねえ、攻撃が。一回、トグロ挟みてえな。なんか、トグロ巻かないとちょっと、グラスミキサーが。やっぱ、マルコ死ぬ。マルコが死んじゃうよ。回復させるか。俺の身あるし。おい、ギギラがやけに強いんだな。マジで。よいしょ。ギギギアル耐久面がすげえ強い。ブーランドか。モモンの実はいらないかな。健康玉、びっくりするほど持ってきたし。じゃあ行こう。おい。一丸となって倒そう。一応俺以外は遠距離技、うわ、マジ強っ。一応俺以外は遠距離技みんな持ってるから多分大丈夫だと思うんだけど。よし、激流も発動するし。エモちゃん。エモちゃんなんか覚えた？光の壁か。いいんじゃない？これ。味方全員でしょ？あ、いいじゃん。これ、凍える世界とか防御できるよ。これあったら。スパーキングいらない、スパーキング。おい。光の壁いい。すごい。エモちゃん。ナイス。ナイス、光の壁。ちょ、これボス戦で使おう。うん。すげえいい技覚えてくれたな。あ、もう使うようになってんな。よし。行くか。いちいち光の壁張ってくれたらすごい嬉しいな。若干まあちょっとぐだっちゃうかもしんないけど。実況的には、その、ちょっとテンポが悪くなるかもしんないけどな。光の壁を張る時間。でも勝つためなら仕方ないことさ。よし、行こう。光の壁、マジクソ便利なんだけど。で、手助けでしょ？行くか。来た。あ、中間ですね。じゃあすいません。ちょっとさっき言ってたアイテムだけ。引き出します。勝つ。